北神は太平洋フェリーが運行しているフェリー。本項目では2019年就航の2代目を取り扱う。苫小牧港にて初代、北神の大船として三菱重工業下関造船所にて建造され、2019年1月20日に太平洋フェリーに引き渡された後1月25日に苫小牧発仙台行き便より就航。 主に仙台とマコマイ間の折り返し日に配線される。デザインコンセプトは夜間公開となるダイヤの特性を踏まえ、スペーストラベルをテーマとし、星空の旅をイメージして、光を駆使した演出を施した設計となっている。客室はオベアを廃して、個室以外はすべてカプセル式寝台とし、プライバシー確保と機能性の向上を図った。多線のドック機関を除きとマコマイ。 仙台航路専用での運行を行い、バウランプを排するなど線形を見直し推進性能の向上を図り、リピーターが多い生活路線的な航路特性を踏まえて、豪華さではなく乗客の使いやすさを優先する設計として、スイートルームやシアターラウンジを設定していない。パナソニックのスポットライト型プロジェクターを11台用いて、中央階段プロムナードキッズキャビンにて、 プロジェクション映像による空間演出も施される。太平洋フェリーでは初の一人個室を設け、一等室は立体的に空間を生かした形とし、C 寝台は B 寝台と比べ設備を簡素化して旧北、神の欧米屋型二等室と同等の価格設定としている。環境面においては新型の船型を採用し、従来より10%の省エネルギーを実現した。 交通エコロジーモビリティ財団、会場交通バリアフリー施設女性の200席目の対象戦ともなっている。ありがとうございます。